雲一つない澄み渡った青空の下、杉並区の中学校対抗駅伝大会が行われ、災害時相互援助協定を結ぶ福島県の南相馬市チームも参加しました。杉並区の中学校23校の男女1チームずつと、南相馬市の男女各1チームが参加した今年の駅伝。スタートと同時に飛び出したのは南相馬市チームでした。和田堀公園競技場をスタートし、青梅街道や環状8号線などを通る 10.5 キロのコースをチーム一丸となって走り抜けます。最近やっと外で練習できるようになって、ここ1ヶ月しか練習してない中で走れてよかった。練習とか全然できなかったのですごく緊張したんですけど、ドールとかで南相馬市頑張れって言ってくれてすごく嬉しかったです。